爆笑演出さあ始まりました。爆笑演出はですね、毎回ゲストをお呼びいたしまして楽しい企画で盛り上がろうという番組でございます。はい、ありがとうございます。はい、今日は、YouTube とは別にね、こっちのショールーム、はい、女装子みずきさんのショールームでも配信、はい、生配信していますので、はいはい、ということです。コメントもいただきました。はい、ね、いろいろ打ってください。はい、コメントいただきます。はい、私 MC の桜井俊之介でございます。見えるかな。熱狂的バファローズファンです。バファローズ、今日はオリックスバファローズだからね。はい、よろしくお願いします。そして、はい、はい、女王様、清水香衣です。はい、LINE アルファやってます。アットマークをつけて WZU0427F です。はい、LINE です。公式の LINE？ はい、LINE アカウントで検索してください。公式 LINE。はい、プライベートかと思った。はい、すいません。ゲストはどこからいきましょうか。前列からいきましょうか。今日の企画の発明者、はい、発明者メセン女子です。メセンさん、はい、よろしくお願いします。はい、こっちかこっちか。はい、はい、どうもこんにちは、大丸美です。おばあちゃん、怖いよ。見えてる見えてる見えてる、大丈夫大丈夫。こんにちは、今日もやってまいりました。あれやったみたいな。はい、次はじゃあ、後列行きましょうか。どっちからか、みずきさんから。じゃあみずきさん最後にしましょう。はい、ハオンさんから。はい、ハオンさんから。はい、アーティスト、アイドル、モデルやってます。ハオンです。イエイ、イエイ。ハオンちゃん、ハオンちゃん、韓国シンガーです。韓国人なんですよ、言うの忘れた。そう、韓国人。韓国シンガーなんです。はい、はい、ゲスノーして分かんなくてもカニはパスよ。はい、じゃあ続きまして、はい、はい、頭でかすぐ映ってない。はい、はい、下田すみれです。はい、映ってない下田すみれだよ。俺でも映んない。どうなってそうなって、Twitter の方で趣味って検索していただければ出るんで。ちょっと時間難しいけどね。はい、はい、検索していただければ出るんで趣味見に打ってください。はい、Twitter一緒にやってる。はい、一緒にやってるんで、あの私のとこからもソンちゃん食べるんで大丈夫よ。はい、すいまして、はい、どうも、金城蓮と申します。アーティストツイッターやってて、アーティスト名はレンランでやってるんですけどね。レンラン。で、ジゼルっていうユニットを組んでます。はい、よろしくお願いします。はい。はい、そして最後。はい、はい、毎回キャラが変わる、女装っ子戦士、みずきちゃんです。よろしくお願いします。はい、今日ね、お夢中にね。ツイッターにもありまして、大赤サブアカあるんですけど、出たよ。みずきちゃん、立ち位置の方が今4920、もうちょっとで5000人になります。おー、すごい。あともう一個の方のみずき、女装っ子の方でも、そっちでも、そっちで悪いことしてんの。いや、もう一応1500人で、よかったらフォローお願いします。砂漠で悪いことしてる。はい、というメンバーで、飲み物くださいって後ろから聞こえた、ね、今日はね、こう、みずきさんのこのショールームでもやってるんで、はいはい、この、なんていうんですかね、はい、この、何、あなたも雑誌デビューっていうイベントに参加させてランキングのやつ、よかったら押してあげてください。はい、あとコメントもね、打ってくれれば、はい、拾えたら拾います。はい、ということで、今日は何をするんですか。はい、今日はですね、皆さん、ハリーポッターでご存知かと思うんですけど、百味ビーンズっていうのがあるんですよ。はい、それでね、このみんな の, この空気の重さの原因がですね、私こっちで考えてたんですよ、こっちでね。こう、はい、ほら、ハリーポッター出てくるやつね。ハリーポッターバージョンね。まあ、大丈夫、大丈夫。こう考えてたら、なんとこれがコストコのやつだったらしくて。ちょっと違うのね。ちょっとね。ちょっとまさかの、ほとんど全部美味しいっていう種類が多い別味、ね、先言っちゃうんだそれ。あ、確か美味しそうね。なんかね、シナモンとか、はい、何がまずいんだっけ、ルートビアとか、なんかまずいのは、ね、まずいのないんですね。何個かあるんですけど、じゃあ取りまとめると、今日は何なの、その百味ビーンズをどうすればいいの。みんなで試食してみようと。品評会です。品評会です。じゃ、目線プレゼンツ、百味ビーンズ試食会でいいの。そして味を確かめる。ランキングつけるんですか。いいですね。
ランキングつける？すげえ大変だよ。こんないっぱいあるよ、だって。すげえ大変だよ。30分じゃ無理だこれ。好きなのを3個にしよう。はい。ね、ここでね、ここにいっぱいあります。ね、こっちの鼻くそ味とか食べてみたい。ね、食べたかったよ、ほんと。サイちゃんの鼻くそ食べてみたい。そうです。それを誰どえぶチョイスしてあります、ここに。見えるかな。はい、美味しそう。いい、美味しそう。カラフル。噂のね。じゃ、はい、早速、うん、美味しそうよ。食べてみるの、うん、食べてみます。はい、誰から。これは見本にして、こっちを食べてみる。どうなの、どういうこと。これをもう見せるようにして。でももう試食会だから、もう好きなの食べちゃうの。今からこれ食べます。え、ちょっとヤバそうなのどれか当ててきます。気になる味あります？皆さん。シナモン、シナモン、ルートビア気になる。あ、シナモンまずいらしいよ。シナモン、どれ。じゃあハモンちゃん、シナモンいってみようよ。ミント、ミント、どれ。ミント、シナモン、どれなんだろう。シナモンを、じゃあちょっと食べてみましょう。シナモンっぽいの食べてみましょう。シナモン、シナモンっぽいの。ここに原作。じゃあこれ、こんなゆるい感じで大丈夫ですか。ねえ、グズグズで大丈夫ですか。これシナモンっぽいのないよ。シナモン、ね、色で分かるんじゃないの。色を調べてくれてる。色で。え、カフェラテとか美味しそう。大丈夫。そう、うん、出てきた。いちごチーズケーキとか食べた。出てきたね。自己チーズケーキはそのものが食べたいね。これ、はい、分かんないけど、ね、バナナ食べたい。何色。え、なんかピンクと意味深だね。意味深。いろんな色がね、バナナ。個人的にはハラペーニョがすごい。それは辛いよね。お坊ちゃん辛いの大丈夫、うん、いや、ちょっと苦手なんだよね。怖いものを見たさというか、食べたさ。食べてみよ。そう、バナナ食べる。めっちゃガムの味するよね。え、ガム食べるとき食べますとかやってください、一応。一応やってください、これ。ちょっと、ちょっと。映ってるから。食べるらしいよって言って。映ってるから。美味しい。食べるらしいよって言ったんだけど。美味しい。これ映ってんの？映ってる、映ってる。もう放送されてるからね。誰だよ、これ。匂いがひどいんだよ。匂いひどいよね。美味しい。それすごい美味しい。何を食べた？さっき食べたガムの味のするやつを食べた。ガムの味。さっき食べたガムの味。ビッグフルーツガム。ああ。そうなんだ。すげえ臭いの。すげえ臭いんだよね、なんかね。どれどれどれ。やたら臭い。ビッグフルーツジュース。女の子、言葉遣い気をつけないと。はい。すっげえ、くっせえの。バナナ食べてみたいな。バナナ食べたい。これ食べる、これ。後で食べさせてあげるじゃん。何これ、女子会のノリ。はい、緑。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 え、緑のは何って分かった。そこそこ、そこそこ濃い色の緑。青リンゴ。は何なんでしょう。ミントとか言いますか。ミント。味は味は味。あ、何リンゴ。リンゴ、青リンゴだ。青リンゴだ。青リンゴなんだね。え、クリームソーダ美味しそう。もう緑っぽくない？色的に。これ行ってみようかな。え、ぐいやつ。えぐそうな。えぐそうな。赤にまだらの感じの。黄色の斑点のついてる。黄色の斑点。ハッピーみたいな。じゃあ、行ってみましょうか。いただきます。はい。どう？なんだ？なんだ？あ、ハズレ来た？来たか？え、何？もう来たか？中だと美味しくはない。美味しくはない。何味なんだろう。何やってた？予想できる？スイカじゃない？ドクターペッパー。え？ぽい。ドクターペッパー。ドクターペッパー美味しそうじゃない？いや、ドクターペッパー好きですよ。シワシワ。シナモンとか？調べた、調べた。イチゴ大切り、ドクターペッパー。答えが出てる、後ろで。じゃあ自分は、私はどういう色？こちらの黄色に点々となんか緑にシナモンだった。そういう色のやつ。あ、シナモンまずいっていう噂だよね。あんまり美味しくない。あ、やっぱり。じゃあ僕も食べてみましょうか。はい、あ、どうぞ。じゃあお兄さん、さっきどうぞ。なんか味レモンベースだと思うんだけど、なんだろう。レモンライムかな。レモンっぽい。レモンライム。今のところそんな外れて出てないの。美味しいやつ。じゃあ僕この黄緑になんか点々のなんか青のりっぽい。鼻くそですね。青のりっぽい。そうそう、こっちだったらね、こっちだったら鼻くそ味のやつだよね。こっちだったら。それを分かってて俺食べんの？じゃあ。鼻くそだったらいいね。美味しいかもしれない。鼻くそだったらいいね。鼻くそだったらいいね。じゃあ、いただきます。胸元が超セクシーだっけ。うるさいよ、お前は。ほう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 。ほうほうほう。これは消して。鼻くそ？え？甘からず。甘からず、辛からず、辛からず、そしてうまからず。いや、本当に逃げ、なんだこれ、すっげえ逃げ。なんか隣からほんのり甘い香りするんだけど。鼻くそじゃないのこれ。本当に鼻くそかもしれない。すごいさ、鼻くそとか言っちゃっていいのここ。レ
知ってた。レモンライムとか。俺いつも食べてる鼻くそと味違うけど。鼻くそ変わんねん、これ。リアル鼻くそ味やめて。ミントじゃん、ミント。スイートハーブじゃないの、うん、苦いってことは。ミントじゃん、スイートハーブ。ミントじゃない、すげえミントの匂いするよ。でも鼻くそであってほしい、俺は。ミントっぽい匂いはする。ミントっぽい匂いするよ。どうしようかな。そこにタオル、なんか匂いはね、なんか漂ってきてるの。ここまで来たらミントの匂いがする。ここは苦いんだけど、どんどん薄まってきて、いい匂いになる。そっち本当にやばいもん。至近距離だった。おばあちゃん食べた？食べてた。じゃあ私、ピンクの変なまだらのやつにしよう。ピンクのまだら。うん。はい。はい、勝手に食べてますけど。勝手に食ってる。あのジョーさんは前が定番なんですよ。なんか勝手に食べてます。勝手に食ってる。めっちゃ美味しい。酸っぱ。酸っぱいの？みんな自由だなって。どうですか、おばちゃん。これ何かい、ビーンズかい。なんか酸っぱしょっぱいんだけどな。酸っぱしょっぱいって何？何味これ？みたらし団子味。いつも美味しくないピンク。何しょっぱいの？酸っぱしょっぱい。いちご？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 いちご大好きだ。やばいやばい、女子が反応しだした、いちごに。もうこれは。いちごトーク始まる。いちごチーズケーキ。かえちゃん、何の感想も述べてない。普通に食ってる。ゆうか持ち始めてる。持ち始めてる。これ何？酸っぱ。酸っぱいの何？酸っぱってもう3つ4つ食べたでしょ。レモンとか。なんか全部同じ味に感じる。何にしよう。それ分からんでもない。これいちごっぽいの食べたい。え、じゃあ茶色に食べてよ。茶色のチョコプリンって食べたいけど。マジ、うん、茶色チョコプリンって茶色。チェリー食べたい。チョコプリンじゃない、これ黄色にね。あ、黄色いのついてる。これ茶色や。黄色いのこれじゃない。え、茶色になんか茶色っぽいね。泥シラモンじゃない。泥味。あ、シラモン嫌だ。あー、はい、あーあー、そういうの。あ、そういう。あー、ちょっとね、これで食べたら鼻くそ味になっちゃうよ、これ。ちょっと待って。ガチガチ。いただきます。モザイク鼻とかないからやばい。うん、鼻くそ味。なわけねえだろ。いつも食べてるやつだ。マジで、いつもの味。いつも食べてるやつ。でもまずい、これまずい。何、まずい、何これ。まずい。チョコバナナ、チョコバナナ、チョコバナナ。あの、噛んでからの味だから絶対違う。鼻くそ、いつもの鼻くその味じゃない。なにこれ、あんま美味しくない。なに、さっきチョコバナナ苦いの。俺味は俺分かんない。自分の鼻くそじゃない味。黄色に茶色。なんだこれ、黄色に茶色。バナナ、バナナじゃないの。チョコバナナだったよ。え、これチョコプリンだけど美味しくないやつなのかな。え、チョコプリン、え、ハズレチョコプリン、赤いやつだよ。チョコプリン美味しくなかった。だからチョコプリンに寄せすぎて、あみたいな。赤いのですか。チェリー、チェリー、チェリー、美味しい。じゃあ茶色のいきます。自由に。なんか茶色透明のやつ。茶色透明。もうだってビニールの袋が割り出してるもんね。フリーダムな感じね。小豆なんてないよ。でも小豆まんま入っててもわからなそうだよね。豆、甘納豆味する。甘納豆味。え、あり？書いてないから。カフェラテ、カフェラテ。へえ、カフェラテ美味しそう。カフェラテと小豆間違える？甘納豆味。カプチーノがいいな。こうね、ピナコラーダって何？ピナコラーダ。あの、その夏ココナッツとパインのカクテルです。あ、カクテルなんだ。なんでそんなおしゃれ味混ざり込んでるの？これ。なんかプロレスの技みたいなピナコラーダって。何これ、かけられる。完全にカフェ屋さんみたいなんだよね。なんか白いの食ってるね、これ。罰ゲームだよ、もう。罰ゲーム。何食べかけ。白いの何？そもそもビーンズが嫌いって言ってるの誰？そんなのあるんだ。豆が嫌い。ビーンズ。よし、もう大体余った。なんか半分作るのがダメなの。美味しくないんだけど。私のお豆食べる？結構、結構見てるからね、もうね。そういうキャラで定着して。あ、本当だ、すごい食べてる。女王様、ちょっと。累計163人ぐらい、もう。この平日のお昼に見てくださってますよ。女王様。やると、今残ってる人が大丈夫ですか？コメントいただいてます。コメントも出てんの？え、コメント？本当？コメントまで入ってないけど。あ、こんないっぱいいるってこと？わ、すごい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 、これ。このキャラクターかわいい、こうアルパカみたいなやつ、かわいい。すごい。それが結構ね、何これ、何これ、これさ、アメーバピグですよ、アメーバピグ。動物が違うでしょ、似てるけど。違うの、これアメーバピグじゃないの、これ。戻しちゃったけど。どうしよう、じゃあ、皆さん、コメント打てたら打ってください。お願いします。これ、青いのまずい。え、
何超酸っぱいよこれ、なんだい？これね、もうね、いろんなとこで食べ過ぎてて、もうクロストーク しすぎでよくわかんない。ねえねえ、健康にクロスの味すんべよ。すんべよ。どこ耳赤味。耳赤味、耳赤味。え、じゃあこのさ、やばい、やばい。あ、もう、かわいそう。意外と敏感だからやめて。耳に詰めてから食べる。ふわふわしてるよ、ちょっと。耳に詰めてから。なんかさ、耳に詰めて。もう詰められた。ピカソのさ、絵みたいなやつさ、食べていい？なんか、何の味がします？あの、これは美味しいやつだよ。そうなの？耳垢味だ。で食べたことないからね。耳垢って美味しいの？あ、ちょ、食べたことない。もう食べさせてやる。いらない。いらねえか。さっきのグイグイ感は何だったさっきのグイグイ感は。冷たくなった。すごい疑問なんだけどさ、うん、その耳垢味とかさ、うん、それ作るために食べたのかな、開発した人は。ね、そうじゃない。どうなんだろうね。さすがに耳垢食べたことある人いないよね。まず耳垢だってないじゃん。爪よくこうやってやってる人いるじゃん。なんで作ったの、うん、爪味とかないのかね、こういう。爪味ねえか。ゴブリン苦。髪の毛味とか。そうほら、だから俺の食べたのそれだよ。チョコプリンだよ。苦い。チョコプリン食べた、ね、なんかね、髪の毛味とかって言ったら思い出したんだけどさ、うん、うさぎを飼ってて、うさぎが私の髪の毛を、ね、食べ物と思って毎日食べてる。やるよね、食べる。こうやって回ってきて、髪の毛を食べて、うん、何でも食べちゃうの、うさぎって。食べちゃいますよ、うちの、雑食なんだ。うちの実家で部屋の中放し飼いにしてたら、壁食べちゃって、壁に穴開いて、そこからネズミが入ってくるようになったんですよ。で、ネズミは食べちゃった。ネズミは食べてない。猫がね、チョコプリン大変だね。ウサギって大変だね。髪の毛かじっちゃうから食べても。これあとコードめっちゃ食べない。うちのウサギ、なんか髪の毛以外に雑談になってきたけど、大丈夫ですかね、これね。あ、めっちゃまとまりない感じになってきたけど。ちょっと方向性を戻しますか、これ。すごくまとまりがないね、今日ね。ちょっと。あー、何？どうした？まず、何食べたの？どうまずいの？何色？苦い。あのさっき食べたチョコレート 78% のチョコレートみたい。それは、それ78% のチョコレートもディスってることになるけど、大丈夫。ちゃんとした商品ディスったけど、大丈夫。大丈夫。さっきハオンからさ、これめっちゃ欲しい。78% チョコレートもらった。72% ね。まあ、どっちもいいけど、その何パーセントじゃん。それもう黙っとこうよ。黙っとこうよ。カカオでしょ。白にさ、黄色の反転さ、バターポップコーンだった。ハニハニ詰まって食べる。めっちゃうまい。白に黄色の反転だよ、これ。違う。それは今何味を食べようとしてるの？ポップコーン。苦。白に黄色の反転。白に黄色。全員で完食しないと帰れませんって。バターポップコーン。結構あるよそれ。あるよって。出してもらえないよ。あるよってよ。あるよってよ。これコメント来るの？そう。コメント来るな。誰かちょっと。試しに、なんか、あでも、あでも、うでも、ぺーでもいいんで、なんか、誰に何を待ってますか。音声聞こえてんの、向こうに。聞こえてるでしょ、ここ、ぴょっぴょっぴょって出てるのかな、ぴょっぴょっぴょって。ちょっと、よくわかってない。見えてますよね、これ見えてるよね。いけてるよね。じゃあ、私のこと大好きなの、はーいってあげて、はーいって。あげられないでしょ。なんで？ここに、はいはいはいとか。そう、はーいって。でもね、まずい。そうですね。え？苦い。誰も私のこと苦い、ね、好きじゃないんだね。爽やかでもないし、これだってここ、水木さんのだもん。そういうことか。そうだよね。俺も真っ白いわ、なんか。はい。真っ白い、何か。はい、白いの。真っ白い、いきます。え、ちょっと俺の頭に見てる。それ何？お、え、いい表情。超ネバネバしてる。レン君、何食ってもまずいって言うよね。美味しいな、味覚がおかしいじゃん。なんか。じゃあ超ネバネバして食いづらい、これ大丈夫な、納豆自分の唾液なんじゃない。性病、性病、唾液、性病じゃないでしょ。違う、関係ない性病には関係ない。朝起きたてのなんか口の中の朝起きたての胸の中、プラークがね、プラーク発生した、プラーク発生した、ミュータン、ココナッツかな、ココナッツ、ココナッツ、真っ白ココナッツっぽいね。食べてみる、これ真っ白、これあかもね、ネバネバしたね。私も真っ白いきます。はい、してないけど。してないココナッツでは、ココナッツ。ココナッツなんて美味しくない。
白くてないね。白くてネバネバしてなんか喉に引っかかる感じけど、ごっくんしちゃうんでしょ。これ逆に当たり少ないかもしれない、ね、っと割と当たりが少ない。これいいのか大丈夫なのかな。なんかレモン味のまずいのあるよ。レモン、レモンライムは使った。レモンでも何種類かあるの。なんか黄色に白い点々のやつ、うん、あんま美味しくない。そう美味しかった。同じやつ。レモンライムだとなんか変な味する。レモンライムなのに梅昆布茶が美味しい。梅昆布茶美味しい。完全に違うやつじゃないの。これ何も結論出たじゃん。もう美味しいのは梅昆布茶。じゃあ、なるほどね。ビーンズはそんなに美味しくない。はい、ドリンクが入るのは梅昆布茶が美味しいそうですよね。まあ、おやつ店員じゃないでしょうか。じゃあ皆さんは何これめっちゃ美味しい。コカコーラです。なんかオレンジの赤斑点。すごい鼻血っぽい。これ赤斑点。なんか美味しい。食べたことあるやつ。あのね、白っぽいオレンジ、うん、白っぽいこれより白っぽいオレンジで逆にすごい美味しいなっていうのないの。これ、これなんだっけ。めっちゃうまい。これは美味しいよっていう。一瞬見てなんかセロガンの味したんだけど。セロガンメロンだ。ミックスはダメじゃん。メロン、メロン、メロンの味する。美味しい。ゆでたりメロン的な、うん、ちょっとクリーム色の。めっちゃ美味しいんだけど、白い。じゃあ甘いの食べたいよ。ポップコーン、ポップコーンめっちゃうまいよ。これポップコーン、ポップコーン超うまい。これポップコーンなの。食べたいな。赤と黄色のやつ、ね、これポップコーンだ。なんか、うん、ポップコーン美味しいよ。赤と食べたポップコーン。ポップコーンは皆様さっきからさ、ポップコーンがうまいうまいってたの。ポップコーンがない気がする。なんか不思議な味がする。え、ポップコーン何色。白に黄色い点。うん、白に黄色い点。はい、これ何。2倍これ、これやん。食べる。ポップコーン、ポップコーンね、なんかね、うん、ポップコーン、ポップコーン美味しい。甘いけどポップコーンだよね。食べたいポップコーン。ピーナッツバター。キャラメルコーンみたいな感じじゃない。あの、そう、あの、ね、あのディズニー、ディズニーに売ってるやつ。うんうん、ディズニーに売ってるやつ。食べたい食べたい。チュロス。あの、違う、まず、バターポップコーンまず。もう意見がバラバラ、まあ、最終的に好みになってきてる。あの、すごい、トウモロコシ感じする。それするする。お腹いっぱい。あのね、バターポポポは美味しくない。美味しくない。美味しかったよ。俺、最初だけ食べてないけど。後味が。後味があんま良くない。なるほどね。でも絶対的に後味良くないよ。ふみさん、これちょっと食べてみよう。え、何これ。今日その辺だと思うよ。白い。あ、ほんと。ありがとう。これただの雑談だよね、これね。番組でも知らんだな。歯医者行きなさい。歯医者に。虫歯痛い。歯医者に行きなさい。ここがさ、なんかさ、親子みたいになってんだけど。でも俺でかいよな、こう見るとな。ちっちゃすぎなんだよね。これも多分そう。ね、よかった。これね、これもちっちゃすぎる。え、これさっきと色違うよ。さあ、誰かさ、ハラペーニョ当てなよ。紫食べる紫。何ハラペーニョって。辛いやつ。ビーンズはもういい感じにしますか。甘いな。緑がどれかハラペーニョなんでじゃないの。緑だもん。まだまだ、まだ食べる。ハラペーニョってみたいな味。ハラペーニョいじっても当てるまでやめない。まずこれ何し。めっちゃ緑で見た。まずい。あ、確かに。まずい。ピーナッツ好きだった。めっちゃ緑。マッツ草ね、草。草草草草草美味しいよね。マッツこれ。草餅味。初めて美味しいって言った。マッツ。何初めて美味しいって言った。甘納豆だから。甘納豆ないから。あ、まずい。メロンとかね、無難な味まで美味しい。マッツ。なんか白っぽい緑、超まずいんだけど。ピーチ美味しかったよ。マッツ。マッツ。なんかこれ何マッツ。あの、タンスとかに入れとくやつの味する。じゃあもう。結論出す？結論何？はい、あー、まっつ、これ。これ何？待って結局食べてみての 超まとまりなくね。うん、スイカ味だ、これ。食べてみてのなんかでもお腹すいたから結果。結果え、梅昆布茶が一番美味しかった。梅昆布茶が一番うまい、はい、ということで、ね、ですかね、これ、はい、ですね。で、もう時間を持て余したんで普通にフリートークしますか、うん、じゃあそうしましょうね、そうですね、もうね、フリートークグダグダでもうか自由じゃねえか、もうエイプリルフールの話しようよ。エイプリルフール結構面白かったよ。まだお花見とかの方が良くない。お花見 した人、はい、した人、あ、はい、あ、結構する、してない人も半々ぐらいなんだね。昨日したよね。俺は行ってないよ。俺、一昨日したけど。ここできてるんだけどな。一昨日したよね。一昨日は僕、サンミュージックのお花見に行ってきたんですけど、で、いろんな人、桜井さんってサンミュージック？サンミュージックじゃないんですよ。けど、いろいろ
ブッチャーさんという一番偉い方がいるんですけど、はい、そこによくしてもらってるんで、いつもお誘いいただくみたいな。で、まあ、楽しくて、なんじゃかんじゃでもうそろそろ、うん、あの電車もあれだからお開きにしましょうかって、うん、で、ブッチャーさんをタクシーでみんなで、まあ、お見送りして、うん、じゃあ、今日はお疲れ様でしたみたいに言って、うん、じゃあちょっと帰ろうかって帰ったら、一人が男捕まえてるのよ。なんか取り押さえてんの、うん、で、どうしたのどうしたのって言ったら、ほら、みんなでお見送り行っちゃったから、荷物とかそのままだったの。うんうんうん、で、そいつがそれを置き引きしようとしてて、うん、で、警察沙汰になって、で、結局みんな帰れないみたいなね。そう、でもそいつ、カバン5、6個あったのと、うん、お酒あったのを全部持ってこうとしたから捕まったのね。だって捕まえた時にカバンこっちもこっちもかけてこう持って、うん、でチャリンコのサドルのとこにお酒のああいうビニール袋をかけてでカゴにも入れての状態だったからね。そりゃ頑張ってますね。そう欲張りすぎだろ。それは御用だって意図を追い物は思いついたら で、お前何やってんだよっつったら、うん、お財布から5000円出してこれでじゃあ穏便にみたいな。いやいやそういうことじゃねえだろっつったら1万円出して、うん、1万5000円でみたいな。どんだけだよみたいな。いや1万5000円もあるなら取らなきゃいいじゃん。そう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 、もうね、しかもそれもだからその取ったバッグから出してるんでしょ。いや違う違う、自分のお財布から出してる。ポケットまで持ってるじゃんそこそこ金も困ってないじゃんお前みたいな。取ったカバンから。そうそうそう、あえてじゃあ逆にその荷物何をするんだって、荷物を置いてあったからそれを交番に持っていこうかなって言いながらってなんか言い訳すればいいのに。そう、あ、まあでも言い訳とかしてないでもうずっとひょうひょうとしてて、へーみたいな感じだったからね。あ、じゃあもう常習犯ですね、うん、でも欲張りすぎだよね。欲張りすぎだね。全部持ってことしてる。あれは笑った。それは逃げれないよ。私逃げれないピンクなったらどこそう、ね、あとお花見なんか事件あったとかこんな楽しかったとかいます？事件はなんか私、片もみ女子のグループに、昨日初めて新生メンバーで新メンバーでやったんですけど、うん、その新メンバーで、ね、ちょっと前のメンバーの花見の手伝いに行って、綺麗とか言いながら、あ、お席こちらになりますとかいうお花見。綺麗はどっちの綺麗？お花が綺麗なのか、うん、自分が綺麗なのか。私は可愛い。あ、あの新メンバーとしてライブに立ったのが4月5日だったんですよ。そうじゃあもう本当にいいもん最近で。そう、4月4日に花見があって、その旧メンバーっていうか、うん、その前のメンバー、うん、今のメンバー、現メンバー、そうお客さんを持ってます。うん、今卒業してたの。あ、じゃあお花見なんてないの？そういうのなんて言うんだっけ、オフ会、オフ会、そうなんですみたいな感じだった。そう、手伝いに行ったから そこで綺麗で言いながらお花見をしたっていう、うんうん、その綺麗はどっちなの？お花、お花かい、うん、あ、私は可愛いって言ってほしかったね。そう、店がすっごい綺麗で、お店でやったの？お店、そのなんかもう高級なね、セレブだね、セレブなところで一人当たりだと6000円とかしたんだよ。そうそう、元の料金がすごい高いの。そこでお手伝いしながらバーベキューもできるみたいな。うん、あれ何やってたの？え、辛い？辛いの？顔がすごい耐えられる顔じゃない。辛いの？湿ったんだろうなって。友達かけた方がいいかもしれない。目線さんの借りる？そうすると目線さんが足りなくなっちゃう。あ、目線さんあれじゃん。ノーメイクだから。大変大変。何を食ったの？辛いの？そっと何を食ったの？ていうかまだ食べてたの？ね、食い意地張ってんだよ、食い意地が。なんか変なもの食べた犬みたいな。言葉を発しなさい、言葉を発しなさい。何？何？なんか脇がの味。脇がの味？脇がを食べたことあるの？スイートハーブ。脇が味ないから。脇がの味って何？なんか脇がと石鹸混ぜた味。うん、それどっち？なんか相殺されてるけど、脇がと石鹸で。脇がにエイト法をつけた感じの味。ごまかした感じの。ごまかしきれてない感じの味が。夏の日のね、やばい。自分いけてるなと思ってても、匂ってるぞって。匂ってるぞ。何色？ちゃんと分かってねえぞ。ごまかした系の味。食うなよ、もう食べなきゃいいじゃん。でも食べちゃう。どう？脇がの味がしますか？うん、これ美味しい。これ美味しい。なんかソーダ味みたいな。ちょっと脇があって言おうと思ったけどね、言えないぐらい美味しかった。普通に美味しいやつでした。いや、美味しいんじゃん。さあ、どうですかね、はい、じゃあそろそろ告知いきます？告知しましょうか。はい、ごめんね、こんなグダグダな感じ。あ、シナモン、今日シナモングダグダ。あ、シナモンじゃ
じゃない、はい、告知すぐ入れる人。はい、はい、ハオンちゃんから。あ、はい、4月18日に、はい、アコースティックの方のシンガーソングライターの方のライブがあります、うんうん、と、はい、どこだっけ、秋葉原のリーフタイムっていうとこ、リーフタイムじゃない、そこお店だった、ごめん、秋葉原でやるんですけど、大丈夫、なんか調べてもらおう、そう、ね、詳しくツイッターとかで、ツイッターとかフェイスブックやってるんで、それで肩もみ女子にも入ってるんだよね。肩もみ女子のライブもやって、やってる、うん、20日20日ですよね、私いや、調べてもらおう、調べてもらおう、後で、ね、後でツイッターで、ツイッター等でお調べください。そうそうそう、ネット番組でやってるんで、うん、ワロクっていう番組、ね、もうやってるんだ、それをちゃんと説明しようよ、はい、14日はあ、14日だった。もういい、調べてもらいましょう。ツイッター等でお願いします。はい、続きまして、はい、どうぞ。自分アーティストをやっていて、はい、定期的にライブやってるんですけど、はい、近々だと4月12日に、はい、池袋のミスマッチで8時15分から出番で、あと26日に、はい、六本木のモーフ東京サンデークラブインスパイアという、はい、ライブに出させてもらってるんで、はい、よかったら来てください。あ、歌の方、歌の方です、歌です、はい、っていうユニットでやってます。はい、よかったら詳しくはツイッターに載ってるので、はい、ツイッター調べてください。はい、はい、続きまして、じゃあ私行こうかな。はい、はい、島田すみれです、改めましてこんにちは、うん、携帯を知る、これといった宣伝はなんとはないけど、まあ、ちょっとめんどくさいんで、うん、じゃあツイッターの方調べてもらおう。はい、はい、SYUMIMI アンダーバー、ロップで出てきます、しみみロップで、もしくはしみみで出てくるんで、よろしくお願いします。じゃあ、おばちゃん、はい、はい、どうもね、今日もみんなお疲れ様でした。巻きでいこうか、はい、おばあちゃん巻くとどうなるの。はい、巻きな感じでやって、はい、おばあちゃんはおばあちゃんはツイッターやってるから、うん、もうフォローしてやってください、うん、また呼ばれたら来ますね。はい、ありがとうございます。目線さん、いける、ね、めっちゃ食ってんじゃん、めちゃめちゃまずいの食っちゃった。お友達の本田幸子さんが芸能活動しておりますので、うん、はい、ブログをぜひチェックしてください。お願いします。本田幸子で検索してください。はい、本当の田んぼに友達じゃない、幸せの子供です。はい、はい、じゃあかいちゃん、はい、清水かい、LINE アカウント、はい、ID 見えるかな、アットマーク WZU0427F、はい、で、はい、お調べください。お調べください。で、ライブ告知が、はい、デリングライブが4月24日、はい、恵比寿アイムで6時から入場です。でアイムね、デリングっていうユニットに入ってるってことね。はい、デリングダンスボーカルグループです、はい、で、4月26日新宿オレ箱、オレ箱で2回、この日は2回ライブあります、はい、まず昼の部が12時30分入場で、夜の部がなんと500円ワンコインライブです。こちら15時、まあ、夜じゃないか、昼15時30分入場となっています。はい、でこの後の方の2部の方はとデリングのメインボーカルの美穂さんが、うん、新曲 CD を発売しますので、はい、よかったらそちらの方もご購入ください。はい、はいはい、あと謎のお知らせ、水木さん言いましょう、うん、はい、ミュージカルですね、はい、第3木曜日、こちら道玄坂 TV で、藤原、ファミリー育成計画という番組をやっております。はい、あとですね、第4、木曜日の、第4木曜日になっていますね、はい、こちらの方には、藤原くんの大暴走という番組の方にも出ています。あと、まあ、ちょくちょく番組の方やってますが、詳しくは Twitter などで、調べてください。はい、はい、以上です。そして私、桜井俊之介ですけれども、明日、中野芸能小劇場で夜7時ぐらいから、ライブがあるんで、よかったら来てください。ということです。笑いが見えるんですね。はい、それでは、はい、ね、爆笑エース、今日はね、はい、今日はグダグダでしたけど、また次回ということで、バイバーイ、バイバーイ。